皆さん、こんにちは。今回は、可愛い旗のデザインをいくつかご紹介と、以前ご紹介した旗のデザインに便利なサイト、ノバスキンを使って、それらをアレンジするやり方を見ていこうと思います。まずはこちら、小さい羽の生えた可愛いハートマークのデザインですね。早速作りましょう。まずベースとなる色の旗を用意します。今回は空色の旗ですね。ベースを他の色にしたい場合は、この段階でお好きな色を選んでおきましょう。ベースとなる旗に白色の花模様をつけます。次にベースの色と同じ空色で上半分を着色します。さらにベースと同じ色で十字模様を。次に中央にピンク色の丸を、ハートマークの部分ですね。さらにベースと同じ色の下向きの山形を。最後に白色でグラデーションを施しましたら完成です。アレンジを加えたい方はノバスキンを利用してピンク色を基調にしてみたりと、いろいろなデザインが楽しめますので、マイクラで作る前に一度いろいろ試してみると面白いと思いますよ。このノバスキンの旗のデザインの使い方はこちらの動画で詳しく説明しておりますので、よろしければご覧ください。次はこちらユニコーンでしょうか。こちらをデザインしてみましょう。まずはこちらもベースとなる色の旗を選びます。ベースの旗が決まったら白色のクリーパーの模様をつけます。次に黄色の下向きの山形模様をつけます。角の部分になる色ですね。さらにベースと同じ色で上に斜めに分割します。そして左下に白色で四角を作ります。ベースと同じ色で波形の縁取りを施します。仕上げに黄緑色の波形を下に施したら完成です。こちらもノバスキンを使って、例えば全体的に青を基調とした色にしてみると、また違った雰囲気のユニコーンが出来上がりますね。次はこちら正面を向いた可愛いウサギさんの模様ですね。このデザインもまずはベースとなる色の旗を選びます。ベースの色が決まったら白色で中央にひし形のマークをつけます。この色がウサギさんの色になる色ですね。次に白色で下向きの山形をつけます。さらにベースと同じ色で十字マークをつけます。続けてベースと同じ色の縁取りを施します。次に白色の骸骨模様を施します。最後に黄緑色で横帯を施したら完成です。こちらもベースカラーを反対色にしてみたりすると違ったイメージになりますね。次はこちら可愛い雪だるまのデザインです。白色の旗を用意して、まずは黒で骸骨模様をつけます。次に白色の花模様を施します。さらに白色で斜め十字を着色します。そして上側に空色の横帯を施して、その次に空色の波形の縁取りを、最後に空色の普通の縁取りを施したら完成ですね。さらに続けて雪だるまにかぶせる帽子をデザインしてみましょう。白色の旗に赤いグラデーションを施します。次に白色の縁取りをします。さらに背景色で上側にそれぞれ斜め分割を施します。最後に白色の円形を施したら帽子の完成です。帽子は雪だるまのデザインの上に設置するとまるでクリスマス帽子をかぶった可愛さ倍増の雪だるまになりますね。
というわけで、今回は可愛い旗のデザインとそのアレンジ方法のご紹介でした。伸ばしキーを利用すれば手軽にデザイン変更を試せるのでおすすめですよ。今回制作した旗のデザインは伸ばしキーの共有 URL を概要欄に記載しておきますので、よろしければご活用ください。この動画がご参考になりましたら、ぜひチャンネル登録や高評価をいただけると大変嬉しく思います。また旗のデザインに関しては当チャンネル内に別のデザインのご紹介の動画等がございますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。